中日のネオ・アキラ内野手21が4-5で敗れた22日の巨人戦に8番右翼で先発出場。第3打席で2試合連続となる中前打を放った。4試合ぶりのスタメン出場となったネオは、第1打席は2ゴロ、第2打席は四球。7回1四1塁で迎えた第3打席で、巨人先発、サンチェスの145キロ速球を中前へ弾き返した。9回の第4打席は四球だった。前日、21日の試合では、代打で登場して、右翼戦に塁打を放つなど調子は上向き。1日1本は必ず打つことを大事にしていますと、スタメン定着へ向けて気合十分だった。